それなら俺が行く。罹患は許さんぞ。艦長。小林、任務に戻れ。上条、お前もだ。艦長、あんたお嬢さんを助けに行かないのか。あんた、それでも人の親か。ヤマトの艦長か。聞こえなかったのか、小林。任務に戻れ。自分で行くつもりだったんだ。くそ、俺はとんでもないことを言ってしまった。俺たちを行かせないためでもあったんだ。どこだ、みゆき。あと42分。天国じゃない、この宇宙どこかにいるんだ。そんなきっと見つける。お前も一緒に行こう。お父さん、命を粗末にするな。そろそろじゃろう、古代。最初に顔を合わせた時、お前確か18じゃったかの。わしら一緒にヤマトに乗って、お前は森ゆきと結ばれ、ゆきちゃんが生まれた。みゆきちゃんを大事にな。しかし、なんじゃな。動物というのは危険を予知して騒いだり逃げ出したりするもんじゃが、ミー君は大前自弱じゃの。いやーし、ちっぽけな子猫といえども逃れようのない終末の時には覚悟が決まるのかの。
人間は今一番大切なものを失おうとしている。この時になって初めてそのことに気づいたんだ。これまで人間は地球にどんな態度をとってきたか。奪い、壊し、荒らし、作り変え、万物の霊長などと思い上がってきた。巨大な宇宙のスケールから見れば、取るに足らぬ大きさの災害がやってきただけというのに、地球を救ってやることもできない。無力なものだ。結局、俺たちは負けたんだ。新しい移住地というのは、やり直しのチャンスを与えられたに過ぎないのだ。こいつはお前は生きていたのか。この時を待ち焦がれていた。地球が我が世界となる瞬間だ。お前たちの目にはブラックホールに見えるのに、それは我が世界への扉、次元転移装置が生み出す巨大なエネルギーの本流が次元の裂け目を作り出しているに過ぎない。その裂け目の彼方にあるものはお前たちの想像も及ばぬ別の次元だが、そこには資源となる恒星系や惑星は少なく、生きるにはその糧を外の次元に求めるほかなかった。故に我々は生きるためお前たちの世界を求めた。この宇宙にあるものは全てが我が世界にとっては限りない資源。星も人も有機物無機物、あらゆるものが我が世界を構築する。地球よ、我が世界に食われるがいい。生きとし生けるものの全ては我らの新たなるエネルギー資源として生まれ変わるのだ。さらばだ、広大。そうか、人の作ったものだ。だったら次元転移装置を動かしているものがあるはずだ。魔法電算室をフル稼働させて、次元の割れ目の上を探せ。はい。最後の最後まで諦めるな。全艦戦闘準備に入れ。了解。次元転移装置、次元の割れ目、どこにあるの。これだわ。エネルギー放出量の一番高い地点を確認しました。転送します。表面のガス状の口から中心部へ300キロの地点に存在します。あれがブラックホールの正体か。よし、トランジション波動砲用意。了解。機関室、トランジション波動砲用意。艦長、次元の裂け目が作り出す重力圏の影響を考慮すると、波動砲ではエネルギーが引きずられ打ち損じる恐れがあります。一発だけならな。だが6連装のエネルギーを一度に全部発射するならどうだ。魔法、計算してくれ。はい。6発全部を。そうでもしなければあの化け物を破壊することはできない。艦長、理論上は可能です。ただなんだ。うまく撃てたとしても、このヤマトの船体が持つかどうか。生き残るべきはヤマトではない、地球だ。それで地球が守れるんなら文句を言うやつなんて一人もいませんよ。艦長。艦長。どうした。ゼータ発射システムが構築されています。今までプロテクトがかかっていたんですが、電算室で計算したことでプログラムが立ち上がりました。転送します。真田さんだ。
俺たちの知らないヤマトの姿がまだあったんだ。さすが真田さんだな。だがあまりにリスクが高すぎて、できれば使うことがないようにという配慮だったのかもしれない。艦長、やりましょう。第一、第二波動エンジン、エネルギー充填 120%。 全弾発射態勢。ヤマト、全速前進。命があるとしたならば、君はその命を守りきれるのか。名もなく生まれし消えゆく定めよ。無限に広がる大宇宙、静寂と光に満ちた世界、死にゆく星もあれば生まれてくる星もある。そうだ、宇宙は生きているのだ。
星に華やきが咲き乱れ、それぞれの胸に声に蘇る静寂の中で消えゆく命よ、命は生まれ変わる。